大塚山古墳は、滋賀県安室寺町にある古墳。形状は、ホタテ貝形古墳。大岩山古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県南部、安川右岸の旧ムネ川線上地に築造された古墳である。近年に、史跡整備に伴う発掘調査が実施されている。墳形は、前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で、 前方部を北西方に向ける。噴球の段築は2段以上で、大部分は森土による。主球部は直径約57メートル、高さ7.3メートルを測る。前方部は長さ8.5メートルを測るが、草び状の食い込みによってに、1に分割され、東西に幅22メートル11メートルの2つが並び、作り出された得意な形態になる。 噴球表面では、吹石のほか、円筒波には、軽承波には、縦型木製品が検出されている。また、噴球周囲には幅13から20メートルの集合が巡らされるほか、その外側にも、外包みと、幅3メートル以上の溝が巡らされており、集合、外底、溝を含めた全長は105メートルに及ぶ。 主体部の埋葬施設は明らかでないが、副葬品として、活石製模造品、炭鉱、ガラス玉、素液などが検出されている。築造時期は古墳時代中期の5世紀前半頃と推定される。古墳域は1985年に国の史跡に指定されている。ありがとうございます。